p p s h 4 1 p p s h 4 1米兵舎ラクアジーンとは第二次世界大戦時にソビエト連邦以下ソ連と表記で使用された代表的な短期艦銃である正式名称はバラライカあるいはマンドリンの異名でも知られる1939年11月ソ連軍はフィンランドに侵攻し冬戦争が勃発した だが、ソ連は、フィンランド軍を相手に大苦戦し、特に小部隊で、スキー武装したフィンランド軍が、ソ連軍補給部隊に仕掛ける、一撃脱戦法に悩まされる。彼らの装備していた、KP-31 のような短期艦銃は、近距離における、瞬発火力が、小銃よりずっと高かった。また重心が短い分、森林のような場所での取り回しも良かった。 この戦いにより近接戦当時の短期間銃の有効性を再認識したソ連軍は同年2月に生産中止になって兵器庫にしまい込まれていた PPD-34、38を慌てて引っ張り出し同年12月に PPD-38 の増産を決定した。1940年改良型の PPD-40 を開発、生産するが 依然として非常に重く炭造部品を削り出す大量生産に不向きな製造工程は変わらなかった。そこでソ連軍は大量生産の可能な短期間銃の開発を求めた。重設計技師のゲオルギー・シュパーギンは p p d 系短期間銃を徹底的に分析し、これをより近代的な生産方式で製造することを考え、 1940年9月にプロトタイプを軍に提出。同年10月にシュピタルーニとの競争施策に勝利し、同年12月に公兵総局局長のソ連邦元帥グリゴリー・クリークから p p s h 4 1として正式採用する旨が伝えられた。p p s h 4 1は依然として PPD から使用されていたドラム型弾倉。 あとに、箱型断層が登場。木製ストックを採用しているものの、各所に新機軸が加えられている。レシーバー、機関部は、ドイツの MP18 と同じく上下に分割構造であり、メンテナンス時には、重心基部にあるヒンジを軸に、中折れ状態に分解できる。重心放熱カバーと、上部レシーバー、機関部は一体構造であり、後半プレス。 高度な水準ではなく板金曲げ加工に、近いで製造され、重心は、カラーと共に放熱カバー内に挿入され、リベットで固定されている。当時の短期間銃には、低空で飛来する敵機への対空射撃能力も、期待されていたため、ボルトは軽量化されて、発射速度は900から1000発、ふんと格段に上がっていた。また、重心カバー先端を傾斜させ、 発射時に噴出するガスの圧力で重厚を押し下げる、マズルブレーキとして用いる工夫がなされ、以降のソ連製自動化機では、様々なアイデアのマズルブレーキが装着れるようになった。ドラム型断層については、工場や製造時期によって、補強用の溝の半径が異なるものが数種類ある。重心については、どうせホースの水のように弾丸をばらまくのだから、命中精度は、 問題ないとして、兵器庫で山積みになっていた M1891-30 の重心を切断して、2兆の PPSH-41 の重心として製造しようとする話があったが、実現していない。PPD から採用されていたドラム型弾装は、弾薬装填に全米を使用し、ドラム内に均等に弾薬を並べることが大変だった。また装填中に弾薬が弾け飛び、 全米で指を切断するといった事故もしばしば起きた。これは、本銃のドラム型断層の構造が、銃弾送り用全米を巻いてから銃弾を装填していくためである。1942年2月には、国家防衛委員会から、PPSH-41 の生産拡大には、構造が複雑なドラム断層は不適であると指摘される。 そこで35連発用の箱型断層を試作し、配備されたようになった。だが、今度は断層が凹むという苦情が前線から出るようになる。調べてみると、厚さ 0.5mm の鉄板では強度不足であることが判明し、1mm 鉄板に変更してみると問題が解決された。ドラム断層の問題以前から、 小準器の簡略化が言われており、実験的に500メートルサイトを廃止し、100メートルと200メートルのみの近距離専用型にしてみたところ実用に問題がなかったため、この仕様で生産されることになった。同時に、小正も溶接による単純固定式となった。後の改良で、小準器側面にはカバーが付けられたものが生産された。 その他の改良としては断層樹部が補強され、重心内はクロムメッキを施し、干渉剤が厚さ 18mm のファイバーから革製に代用されていった。こうして生産効率を第一にした改良により、単純な構造となって過酷な気象状況で手入れしなくとも確実に動作するため、信頼性が向上した。PPSH-41 は、 正式採用後、1941年に98,664兆作られ、ドイツ軍の進攻に間に合う形になった。1942年には1499,269万9 9兆作られ、1941年元旦の部隊交付数は55,147兆だったのが、1942年元旦には298,276万兆。 1943年元旦は678,068兆。1944年で1427,085兆が部隊で使用されるまでになり、終戦までに500万兆以上という大量生産が行われた。このため、どの不評中隊にも SMG 小隊は存在し、ソ連海軍不評から偵察部隊や空挺部隊などの特殊部隊まで幅広く使用され、 戦車古城大隊では全員が装備している部隊もあったほどである。まさにソ連軍を代表する短期間銃となった。しかし大量に配備されたからといって不満がなかったわけではなく、偵察兵と戦車兵、工兵や通信兵などから重量や携帯性から使いづらいと批判があり、また軍当局も PPSH-41 の 生産が軌道に乗ると少し材料を浪費していると考えるようになる。1942年、ソ連軍は PPSH-41 よりコンパクトで制裁効率が良い新型短期間銃の開発を要求する。シュパーギンは PPSH-2 をデザインするも不採用となり、スダエフの PPS が採用されるが、すでに本銃が 前線に大量配備されていたことから生産は抑制され、1945年までに100万丁、近く製造されるに終わった。また、p p s が採用されていても、p p s h 4 1は1945年まで生産され続けた。p p s h 4 1は、ドイツ兵からはバラライカ、また、日本兵からはマンドリンなど様々な異名を付けられた。 また、相談数の多さや堅牢な構造が好まれたのか、ドイツ軍は露覚した本銃に MP-717 という名称を与えて使用した。2> 第二次大戦後、AK-47 の採用で、ソ連軍から退役した PPSH-41 が東側諸国に供与された。また、中国、50式小棄先ありと北朝鮮、49、 小キ喫先やりでライセンス生産がなされ、朝鮮戦争やベトナム戦争において、共産主義勢力の主力短期間銃として使用されていた。北ベトナム軍では、p p s h 4 1に MAT49 や AK-47 の部品を組み合わせた、K、K-50M という改良型も生産された。第二次大戦直後に武力によって、 独立を勝ち取った国や政権を奪取した政府にとって、戦乱で使用した p p s h 4 1は革命の象徴とされることが多く、様々なシンボルのモチーフにされている。例を挙げると、ハンガリー労働者民兵の組織のダン・アキラ・ダンキには p p s h 4 1の図柄が取り入れられている。 このような革命の象徴としての扱いは、後のカラシニコ不詳従への扱いとも共通している。第二次世界大戦のソ連軍、戦後の共産陣英軍を扱った作品の多くに登場する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。